ラキッドのんびりラジオ。はい、皆さん本日もご視聴いただきましてありがとうございます。復活をいたしましてから第2回目の収録を昨日に引き続き2日続けてやっております。どうぞよろしくお願いいたします。オープニングトークはですね、3月7日月曜からの1週間で気になるイベントについて、雑談してみようかなと思ってるんですけども、一番気になるのはアップルの発表が日本時間9日の午前3時から行われるということで、新しい iMac Pro が出てくるんじゃないかなっていう噂があって、黒色の27インチのやつなんですけども、多分出てくるんであれば、まあ、M1 Pro、M1 Max を搭載したものが出てくるんじゃないかなみたいな話を非常に楽しみにしておるところでございます。で、Apple の公式サイト日本語版だと最高性能をチラ見せって言ったようなキャッチフレーズで歌ってあったんですけど、英語サイトの方を見るとピークパフォーマンスっていうワードだったんですね。で、ピークっていうのが PEEK で、頂点の方のピークっていうのは PEAK やと思うんですけど、これが PEEK って書いてあって、こっちはですねチラ見せっていう意味のピークで、ダジャレっぽく書けてあるのかなとは思うんですけど、ピークのチラ見せなんで、まあこれから出てくる、まあ、開発コンセプトをチラ見せするみたいな、開発してますよみたいなのをチラ見せするみたいな意味合いも、まあ、あるんじゃないかなというふうには思ってるんですけども、まあ、いずれにしても、まあ、楽しみですよね。もう新世代の M1 チップっていう新しいアーキテクチャを搭載した、本当に今までのラインナップからすると格段に処理性能が上がってますからね。どんなのが出てくるか、まあ、楽しみですね。もちろん今 iMac 僕は2017年モデルを使ってて、メモリを当初の16ギガから増設したんですよね。16ギガ ×2 枚を増設して48ギガになったのかな、ちょっと足し算パッとできないけど、そのぐらいに上げたんですよね。やっぱりメモリ増設するとこのダビンチ処理は CPU とかグラフィックの関係でやってるんで早くはならないんですけど、やっぱこの切り替える時のスムーズさとかもたつきがやっぱりなくなったなって感じがしますね。メモリが少ないとページングっつってハードディスクの方に書き込みに行くんですね。で、これ僕のは SSD 搭載なんでそれでも早い方なんですけど、まあもっさりしてたのがメモリ増設で解消されたっていうことで、それよりもさらに最新のね iMac Pro 27インチが出てきたら、もちろんお値段との兼ね合いもありますけど、買い替えをちょっと検討したい感じはしてますね。楽しみですね。この動画も 4K とかで書き出すとのんびりラジオのんびりしてなくって、意外とボリュームがあってですね、データにすると20分ぐらいだとやっぱりファンが回って結構大変そうだなって感じはしてるので、その辺ものんびりラジオを手軽に上げていくヒントになるのかなって思って、まあ、楽しみしてますということですね。でもう一つ、気になるイベントが、ECB 政策金利っていういきなりマーケットの話ですけど、 ECB 政策金利の発表がですね10日の木曜日日本時間21時45分にあります。これはユーロの金利を決めるやつなので、今ゼロなんですよね確か。で、時前までユーロ弱い説で流れてたのが、いきなりタカ派発言っていうんですけど、その金利上げますよみたいな方向に急にサプライズであって、ユーロ買いだってなってドガーって買われてたところに、まあウクライナの紛争が
ロシアとの問題が出てきて一気にユーロが売られて、どのぐらい売られてんだろう今。本当にコロナの時のショックと同じか、それ割ってくんじゃないかぐらいの勢いで今ユーロが売られてるんですよね。で先週アメリカの雇用統計っていうのが、まあ、やってる方にはもう当たり前すぎるお祭りイベントなんですけども、毎月第1金曜日の日本時間21時半、それ夏時間ですけど、あの欧米がね、今冬時間なので今は10時半にあるのかな、1時間遅れますけども、そこって大体結構ガガガッとこうまあまあ動く、まあまあというかまあ本当にえっていうぐらい動く時もありますけど、動いていくんですけど、今回もうロシアウクライナ情勢でもう なんじゃなかったっていうね、何にもなかったかのようにユーロが売られ続けたっていうね、ちょっと初めて見た相場展開だったんですけども、だから今回の来週はだからそういう意味ではトレードの山場は10日木曜日に、まあみんなピーク持っていく、またここでもピーク出てきたね、ピーク持っていくんだろうなと思ってますけどね。それがまあ近日で下がって、でその同じ日に、同じ日の22時30分、まあ、1時間後ぐらいですけども、米国の消費者物価指数っていうのが発表になります。でこれはですね、今アメリカはインフレ退治に躍起になっててまして、物価の上昇が 7% ぐらいでこの間出てたんですよね。でこれ32年ぶりだったかな、23年ぶりだったかな、ちょっと2と3がどっちだったか曖昧だったんですけど、まあとにかく、まあ、すごい久しぶりにそんな物価インフレ示してるっていうのはえらいことだっていうことで、今アメリカはインフレ退治に躍起になってて、でここがインフレが高いとですね、金利をアメリカも上げてくるっていうことになってまして、これはもうほぼ上げることは確実なんですよね。でアメリカの中央政策というか、そう金利政策決めてるのは、まあ、FRB とかが中心になって、まあ、FOMC っていう各連銀の偉いさんたちが11人やったかなぐらい集まって、まあ、話し合いをする場があるんですけども、3月末かな、今月一発金利が 0.25 ドル上がるってことはもう 100% 各投資の方々を織り込み済みでやってらっしゃると思うんですけども、まあ、そういうの一つの目安になるんですよね、先々の。この物価指数が高ければまた金利が上がっていくだろうっていうのをみんな織り込み始めて、もう先になって、マネーを動かしていくっていう形を取る、結構重要な注目されてる 指数なんですよね。でじゃあなんで金利そんなにみんな気にしてるかというと、株価にすごく影響してくるんですよね。為替マーケットっていうとこう FX っていうと一つの市場があるように思うんですけど、為替っていうのは水道管みたいなもんで、水がまあ右から左に流れていくただの通り道ではあるので、そのなんていうか金融業界の方々からすると、まあ結構もう端っこのどうでもいいようなマーケットの部類には入ってくるんですけども、メインはやっぱり債券なんですよね。国債とかをやってるやつが一番でかくて、やっぱりトレーダーとしても花形だって言われてるみたいなんですよね。と相対してるのが株式市場っていう形ですね。要はちょっとこれは個人的なちょっと乱暴なイメージですけど、国債をコントロールしてるのが要は政府側で、株式をコントロールしてるのがその成り上がり的な人たちで、要は王様対、金持ち民衆みたいな、権力側と資本のブルジョワジーみたいな構図の、まあ、二大市場があるみたいな感じ で金利の上げ下げっていうのはどっちかというと権力側に寄ってる立ち位置の人たちのコントロールなんですよね。でもう金融工学っていうか、はっきりした計算式の下で、株価のバリューっていう計算式が決まっててですね、で金利が上がるとその株価のバリュー計算の式でもうバリューが落ちちゃうわけなので、金利上げられるともう必ず株価は下がってしまうっていう、仕組みの下で、皆さん取引をされているわけですから、まあ、金利が上がると、株価は必ず下がると。直近までは、
S&P500 っていうね、アメリカのインデックス指数が右肩上がりでいくからそれ買っとけば大丈夫なんて言われてましたけど、まあもう直近はウクライナ情勢もありますけど、まあ、そういう風な雲行きではないという感じですね。 その辺のもう結構大きな世界の分岐点を決める発表が、まあ、今週の10日木曜の夜22時30分アメリカ側から発表出てくるということなんですけど、ちょうどねこれそのまた22時30分にさっきの ECB 政策金利の発表の後のですね、まあこういう理由でユーロに関しては取り決めました、で今後はこういう見通しでいますっていう発表ですね、ラガルト ECB 総裁がですねちょうど22時30分にヨーロッパの方で発言し始めるので同じ時刻なんですよね。これがどうこう売りと買いに影響してくるのか、非常にマーケットも見ものだなというふうに思っております。まあ、オープニングトーク気になるイベント、アップルとの発表9日午前3時と、2つ目はマーケットに関する政策金利物価指数の発表でございました。それでは次のコーナー、タイトル決めました。物語っていうね、物語、まあ、その通りなんですけど、テーブルにあるものについて語っていこうかなと思います。はい、記念すべき、最初の物語のものは目の前にあります、キーボードに、語ってみようかなと思いますね。まあ、キーボードっつっても今 iMac、27インチ2017年モデル使ってるんですけども、それに付属してた標準のキーボードを使ってるということなんですね。多くの方がこだわって高級キーボードを使われる人が多いんですけども、例えば HHKB とかですね、トープレーさんのリアルフォースとかですね、まあ、この辺高級キーボードだいたい3万円ぐらいするんですけども、そんな高級キーボードももちろん検討し実機も触ってみたりもしたんですけども、どうもこの標準のMac のキーボードすごく優秀でやっぱ打ちやすいなっていうのが気に入ってて、で特に不便がないっていうと失礼なんだけど、いや不便がないとかじゃなくて好きなんですよ。これ打った打鍵感っていうらしいんですけど、打った感じとかもそのストロークですね、キーを押し込んだ時の深さも、あ手触なんかカチッてその当たる感じも全部好きなんですよね。でこれなんか最近バタフライ構造とかね、シザー構造とかって言ってるんですけど、多分これシザーだと思うんですよね。結構深みがあるんで、薄い MacBook とかに使ってあるやつはなんか 板を打ったみたいな感じって言ってるんですけど、あれがバタフライだと思うんですけど、まあ、構造上多分薄くしたいからそれしか使えなかったのかな、バタフライしかダメだったのかなと思うんですけど、あっちもあっちで別になんか評判悪かったんですけど、僕は結構好きだったんですよね。机の板をそのまま指で叩いてる感じが嫌だって言ってたんですけど、僕はそれが良かったので特に何も問題はなかったんですけどね。でキーボード好きの人っていうのは結構皆さん英語配列をこう使ってますっていう方が多くてですね、で僕のは日本語版なんですよね。だからドノーマルの語るにしてはこのキーボードは普通すぎて何もなさそうなんですけど、それはね選ばなくてこれってことじゃなくて選んでこれだってとこに一つ物語があるということなんですね。で前回もちょっと言いましたけど、僕はシステムエンジニアって仕事をやらして11年以上やらせていただいてた中で、日頃向き合ってるキーボードっていうのがいわゆるそのノートパソコンとかではなくてですね、サーバールームっていうサーバーがいっぱいこう映画とかで出てくる棚がガーって並んでるようなところにいる時間が多分半分以上そこが職場で触ってるキーボードなんですけども、で棚みたいなところにこの何て言うんだろう、また棚みたいなとか板みたいになったサーバーのやつがあるんですよね。縦の長さが U っていう単位で言うんですけど、例えば 2U とかですね、6U とかなんか。で、当然モニターがそれついてないので、モニターケーブルだけを集約す、何個もつないで集約するモニターの中スイッチみたいなのがあってですね、そいつに挿して、で、切り替えをして、
一つの画面でいろんなサーバーを切り替えて見るっていうようなやつがあって、そのモニターとキーボードがセットになってるやつをコンソールっていう名前で呼んでるんですよね。だから僕が触ってたのはずっとコンソールなんですけども、で触ってた機械が全部アメリカから直接輸入されてくるハイエンドの機械だったので、まあ、ユニックス系だとね、今もオラクルに吸収されちゃいましたけど、サンマイクロシステムズのソラリスとかですね、で Windows もちょっと特殊なスパコンとは言わないですけど、そのちょっともう一個下のクラスの、まあ、早い、Windows 搭載したハイエンドマシンを触ってたりもしたので、もともともう OS がアメリカで乗って日本に入ってきたものを東京湾から上げて輸送して、まあ、当時愛知県に行ったんですけど、愛知県まで運搬したり、まあ、僕は運転して運搬したわけじゃないですけど、依頼を出してですね、船の上にいるときは税金かかんないんですけど、上げるときに関税かかるんで、なんかその辺の通関するタイミングとかも全部オペレーションさせてもらって、まあそうですね、そういうのをやって、まあ、手続きをさせていただいて、まあ陸に上げて持ってくるみたいなとこからずっとやってたんですけども、で開けると当然 OS 英語なんで、もう Windows 英語版が普通みたいな感じだったので、当然コンソールも日本語版じゃなくて英語版のキーボードだったんですよね。けど日頃事務処理で使ってる、割り当てられてる自分のオフィスのパソコンは日本語版なんですよね。当然するとね、このまあ、はっきり言って使いづらいんですよね。アメリカ版の、キーボード配列ってね。で、例えば、アットマークのあるキーの位置が、日本語版だと P の横にあるんですけど、これ2、数字の2のところに確かあるような配列になっててですね。これが、なんか、いや、覚えればいいんですけど、なんかなかなか覚えきれなくて、カンマとかですね、セミコロンとコロンとかですね、なんか微妙に違うんで、なんかどっちだっけってなってて、まあ、それがすごいね、個人的にちょっとストレスだったもんで、もう絶対もう分かりやすい方がいい。自分でなんか揃えるんだったら、絶対分かりやすい方がいいと思うんで、ね、そういう経緯があって、今、日本語版のキーボードを好き好んで使ってるっていうことなんですね。たださっきも言ったように英語版のキーボードってエンターキーの形が横に出てるっていうのかな、このエンターって右端にあるじゃないですか、それが左の方にバーで横の棒みたいにして伸びてきてるので、ホームポジションですね、 J と F のところによく触るとちっちゃいポッチがあるんですけど、ここがデフォルトの手の置き場ですよみたいなのを示してくれるんですけど、この位置に置いたときに日本語版だと遠いんですよね、エンターまで。で英語版だと多分日本語版で言うとこの K とか M のあるあたりにまで来てるので、まあ割とすぐ小指が届いて押しやすいっていうのが、プログラマーさんとかはよくエンター押すと思うんで、まあそういうのを使ってらっしゃったんですけども、まあそれもそれで確かに一理あるなっていうふうには思いはしたんですけど、ただこの天の尺っていうか偏屈っていうか、それは僕もね、日本語版で文字いっぱい書くようになってから気にはなってたので、まあ、なんとかしてやろうと思って、したらね、ショートカットキーを使うとホームポジションのままエンター押せるっていうのがあってですね、でどういうことかっていうと、コントロールを押しながら M のボタンを押すとエンターを押したのと同じ効果が出るように作ってあるので、それでこう動かさずにこうやるっていうのをやったりですね、あと意外とバックスペースも結構押すんですよね、なんかそれも動かさずにやるにはコントロールと H を押せばバックスペースと同じようになる。で今 Mac だと自動で変換してくれる機能もあるので、それ使ってるんですよね。だからスペースでこう漢字を選んだりすることもなく、コントロールとM のボタンを押しながらスムーズに押すようなことをやっておりますということで、まあ、この標準のキーボードですけども非常に打ちやすくてデザインも優れているので、まあ、気に入って使わせていただいておりますということで、まあ、ちょっとあんまり長くなるとちょっとあれなんですね、今日も20分ぐらいで収めたいと思います。ちょっとバタバタでしたけど第2回目、まだ手探り手探りですが引き続きやっていきますので、ぜひ次回もよろしくお願いいたします。
今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。 See ya!